マイタウン市川、田中芳典です。今回は市川社協が発行した心の遺言ノートを特集します。それではまずトピックスのコーナーからいきましょう。10月16日市長室で IT を活用した放送講義が行われました。この講義はインターネットとテレビ会議システムを使って市長室と教室を結んだもので、千葉商科大学政策情報学部からの要望に市川市が応えて試験的に行われました。中継でつながれたのは市長室と千葉商科大学の教室および付属高校の会議室で、政策情報学部の学生250人、付属高校20人の高校生が参加しました。また代表として8人の大学生が市長室に出向き、参加者を結んだインターネットによる放送講義が実現しました。講義を行った千葉光之市長は、全国トップクラスの電子自治体として市川市が現在進めている住基カードの普及促進や e モニター制度について話したほか、施策を進めていく過程で起こる様々な問題に市がどのように対応しているのか実例を挙げながら紹介しました。続いて千葉商科大学の宮崎みどり教授を進行役に、学生と市長との質疑応答が行われました。市長は学生からの質問や提案の一つ一つに丁寧に答えながら、夢を持ってあらゆる可能性に挑戦してくださいと、これからの時代を担う若い世代へエールを送り、これを受けて学生たちも今回の講演を研究テーマの選定などに役立てながら、地域社会を貴重な勉強の場の一つとして捉え、積極的に地域での役割を果たしていきたいと意欲的に答えていました。10月21日、みどりと花の市民大学による市川市内の緑地視察が行われました。市川市内の山林は都市化の進展によって減少の一途をたどっています。そこで市川市は市民、事業者、行政が一体となって身近な自然環境の維持管理や活用の方法、また緑や花に触れた美しい景観づくりに取り組んでいくことを目的に、緑と花の市民大学を開校しました。この日はカリキュラムの一つ緑の基礎講座の第1回目が行われ、市内在住在勤の受講者およそ30人が参加しました。ここ柏井町2丁目緑地では、かつて燃料とする薪や炭を生産するためにクヌギやコナラなどを植林して管理をしていましたが、燃料の主役が都市ガスやプロパンガスに変わった昭和30年代半ば頃からは適切な管理が行われなくなり、今では手つかずの状態になっています。講師の皆さんはこうした雑木林を今後どのような形で管理していくべきかを考え、行動する時期に来ていると説明していました。柏井町2丁目緑地を後にした受講生の皆さんは、個人が所有している山林を訪問しました。ここではこの山林の所有者でもある竹内和夫さんの案内で、一晩で炭化させることができる炭焼き窯や梨の剪定で不要になった枝が堆肥として再利用されている様子を見学し、人と山林の関わりを学びました。10月21日と22日の2日間、角松尺記念館で市川市楽山市友好都市締結25周年記念イベントが行われました。市川市は中国楽山市と1981年に友好都市を締結し、以来25年にわたって多くの交流事業を通し友好・親善を深めてきました。今回のイベントに合わせて21日には角松尺記念館が建てられたママ5丁目公園を角松尺記念公園に改める命名披露式典が行われました。式典には角松尺の孫角光さんも出席しました。挨拶に立った光さんは、祖父角松尺の存在がきっかけとなり現在の漁師の交流につながっていることを喜んでいますと話していました。
除幕式では幕末尺記念公園と書かれた新しい看板が披露され、会場は大きな拍手に包まれました。この後、著述家で日中文化交流協会のメンバーでもある斉藤浩二さんによる講演会が行われ、あまり知られていない幕末尺にまつわる数多くのエピソードが紹介されました。また会場では落山誌を紹介したパネル展示や落山誌クイズが行われたほか、中国の味を楽しんでもらおうと中国茶や麻婆豆腐が振る舞われ、来場者は本場四川風の味に舌鼓を打っていました。以上、トピックスのコーナーでした。マイタウン市川、山口奈穂子です。ここは市川市社会福祉協議会です。社協の名前で知られていますよね。市川社協では全国で初めて自分の思いを伝えるノートを作りました。こちら、心の遺言ノートです。命の炎が消える瞬間は誰にでも訪れます。その時に備え、家族や友人が本人の意思を尊重することで心の負担を軽くしたり、自分自身を振り返ることができるようにと、このノートが作られました。一人暮らしの高齢者の方からは、将来体が弱ったら、弱った時とか認知症になった時に誰に頼んだらいいのかといったことや、地域の主婦の方からは、子どもに伝えておきたい大切なことがあるけど離れて住んでいるのでなかなか話す機会がないといったですね、相談の方を多く受けています。核家族化によって生じる問題が多くありまして、またそうしたことを伝えるために大学ノートにそういったことを書き綴っている方が多くいるといったことが分かりまして、はい、そういったことがこのノートを作るヒントとなり、きっかけとなっています。ああ、そうだったんですか。でもこの遺言というと非常にインパクトのある言葉なんですが、いわゆる遺言書とは違ったものなんですよね。そうですね。今回市川社協で発行したこの心の遺言ノートは、大切な人に気持ちを届けることが第一の目的となっています。このノートに書き留めて整理しておくことによって、自分自身を振り返る機会になったり、あと何よりもこのノートに書いたことを家族と話し合うことによって、家族の絆をより一層深めていくことなどがこのノートの仕事だと思います。心の遺言ノートは、私が一番伝えたいことから始まります。ここでなぜこのノートを書き残したいと思ったのか、経緯や背景を含めて今の気持ちを書いてみましょう。ノートは過去、現在、未来の3章で構成されています。第1章は過去。ここであなたが歩いてきた道を振り返ってみましょう。項目に沿って記入していくと、改めて自分の歴史がわかります。また家族や身近な人、思い出に残っている人へ、言いたくても言えなかったこと、伝えておきたい言葉をここに記してみましょう。第2章は現在です。私の暮らし方、伝えておきたい我が家の習わしなど、お金について再確認、遺言、家系図、相続の4項目からなっています。
心の遺言ノートは法的な効力はありませんが、今の自分を再確認しておくこともとても大切です。そして第3章は未来。ここは5項目で構成されています。まず大きな病気にかかったらしてほしいこと。この項目のキーワードは病気と向き合う、尊厳死について、そして臓器提供の3つ。健康な今だからこそ書き残しておけるのではないでしょうか。2番目は自作カルテ。自分のカルテを書いておくと、いざという時の治療に役立つだけではなく、自分自身も家族も安心できると思います。3番目は寝たきりや認知症になったらしてほしいこと。4番目は葬儀とお墓について。どちらもあまり考えたくない事柄かもしれませんが、自分の意思をきちんと自分で確認しておくことも安心につながるのではないでしょうか。未来の5番目はもしもの時のチェックリストになっています。このリストに記入しておくと、心の整理だけではなく物の整理もしやすくなると思います。それでは実際に心の遺言ノートを購入した方にお話を伺ってみましょう。この心の遺言ノートを買おうとしたそもそものきっかけ、教えていただけますか？私ですか？はい。あのね、自分の思い、もうあのいつ終わるかもしれない、あの自分の思いを何か残しておきたい。ふっと子供があの目にした時に、あ、お母さんってそうだったのかっていう、そんな思いが伝わったらいいなっていう軽い気持ちでしたね。うん、そうですか、はい、いかがですか。あのご存知の通り、ちょっと見て通り、もう自然淘汰が目の前に迫っております。一応遺言というのは一応私なりに書いてあるんですよ。でこれでいいなと思ってたんですけど、はい、たまたまその見本が、私あの65歳以上の方の身上相談にちょっと出席してまして、はい、そこへこちらの見本が届いたんです。でこうちょうどあの相談員がいなかったもん、相談者がいなかったもんで、それをたっぷり読みました。あ、これを読んでると自分の書いた遺言には非常に不備な点がカツカツあると、あ、これは書き直しだと。それでまた、遺言書の中に書けない書ききれないものをね、ここに書くように、いろんな各項目を実に繊細にその用意されてるわけですよ。これは買わなくちゃと思って、心のっていう、これがとても温かみがあるんですよ。自分の心を伝えるっていう、そういう意味で遺言っていうものだけになっちゃうと、はい、ねえ、はい、これはなんとなく形式ばって、そうですよね、なんかこう冷たい印象を受けますけどね、はい、これですと心っていうんで、自分の心は今まで歩いてきたそのいろんな物事に対してどういう考えでいたかっていうのを綴るページがございますからね。これは素敵だと思います。全然枠にとらわれていませんからね。そうなんです。自然体に書きますから、書きれなくてもいいところもあれば、うんと書かなくちゃならないところもあるわけです、はい、ですからそういうのは集約するには一番いい本だと思います、私は。うん、もう全部書かれましたか？全然書いてません。ただねその時の思いと、それからちょっと経ってから、あ、今はそうじゃないっていう状況の違いもありますよね。ですからメモをして日付をあの入れて、でそれを否定するんじゃなくて、また今度自分が思いついたなんか、あ、これをってメモした時に必ず日を入れておくといいねっていうことで、そうするとあの自分の心の移り変わりとか、そういったものも後に残ったものが読んでくれて、総括してこう見てくれるでしょ、自分っていうものを、はい、まあ、若い人でもね、いつまで生命が保障されるってことはないんですから、ある日突然仕事をやりかけてパタッとシャッターが降りる時がありますから、もういつ何時どういう場面にあっても、常にこういう心の遺言のノートっていうようなものは、あの若い老若男女に関わらずね、全部もうそれぞれ必要だと思いますよ。あのもうそろそろっていうような怖いっていう思いと、あのちゃんとしていかなければならないっていう思いが、このノートに出会ったことで、あの本当にこう
かけができたっていうか、はい、うん、本当にありがたいと思ってますね。きっと何かを残すというのは、うん、ご自分でも自分なりにきっと思いはみんなあるの、そうできるんでしょうけど、うんうん、でもやっぱりこういったもので上手にまとめていくっていうのは、これ残ったものを読んだ人にもとても分かりやすいんでしょう ね、 まあ、誰が読んでくれるか読んでもらえるか分からないけれども、あのポケットもあるし、あの メモの欄もあるし、いくらでも付け加えられるしっていうことで、すごいいいアイデアをいただいたものが出たなっていうふうに思いますね。はい、ね、あの2人ともご自分なりの素敵なこの遺言ノートをぜひ作り上げてください。かかい、はい、ありがとうございました。心の遺言ノートの最後には、このノートの監修をした中津優子さんのエッセイが記されています。人が死をどう受け取ろうと、死後の世界をどう考えようと、遅かれ早かれ死は誰にでも必ず訪れます。人は息を引き取る瞬間まで感謝するみずみずしい心を持ち、温かな目で周りの人々を見求めることにより、人に尽くすことを先にするように心がけたいものです。人に尽くすことの中に、いつ来るか知れない死の準備をしておくことも含まれます。その準備の一つにこの遺言ノートの作成があります。自分のために書くのではなく、自分が倒れたり行ってしまった時、家族や知人の役に立ちますようにと願う優しく温かな気持ちで遺言ノートを書き込みたいものです。私を含めて命のバトンを渡すのはまだ随分先と思っている人は多いと思います。でもそんな風に思っている今だからこそ、残しておきたい言葉や思いはありますよね。どうですか、皆さんもこのノートに今自分の思いを書き留めてみてはいかがでしょうか。以上、特集のコーナーでした。それではですね、今回も楽しく皆さんでストレッチやっていきましょう。今回、やっていくストレッチは肩から、肩甲骨の、ストレッチですね。背中の上の方のストレッチです。はい、それではですね、早速やっていきましょう。まずは、片方の手、体の前ですね、横に持っていきましょう。逆の方の手で、伸ばした肘の手前のあたり、少し手前のあたりを、すくっていただいて、そのすくった手を体にぐーっと近づけていきます。はい、この状態で肩と肩甲骨しっかり伸びているのを感じながら、まあ、だいたい10秒から20秒ぐらいゆっくりと伸ばしていきましょう。はい、しっかりと伸ばしていただいたら、体を緩めて、バランスよく逆側もしっかりとやっていきましょう。水平に持ってきたら、肘の手前あたりをすくっていただいて体に近づけます。で、もう少し伸ばしたいなとか、もうちょっと伸びてる感じが欲しいなという方は、親指を下に向けていただいて、手のひらを前に向けますね。そうすると、より効果的に伸ばすことができます。この時に気をつけていただきたいのは、腕のこの位置ですね。上に上がってしまったりとか下がったりしてしまうと効果が半減します。必ず水平を保つようにやっていきましょう。ちょっと難しいストレッチに感じますが、ポイントですね、今の腕の位置だけ気をつけていただければ、きちんと伸ばすことができるストレッチです。市川市からのお知らせです。広報課関上です。広報市川では
皆さんと一緒の紙面作りを進めております。来年の1月1日号は皆さんの新年に向けた抱負や市への期待・要望などを掲載いたします。皆さんからの応募をお待ちしております。詳しくはこちらをご覧ください。私の場合は今年の取材で雨に大変泣かされましたので、来年の取材は雨を降らさないぞ関神かっこやわたというような掲載となります。皆様もこのような抱負などをどしどしお寄せください。お待ちしております。